はい、続いてこちらです、はい、ジャニーズの人気俳優生田斗真さんがシェイクスピア劇に初めて挑戦することになりました。シェイクスピア喜劇の名作ベローナの二進士で友情と恋愛を天秤にかけ裏切りと許しを経て成長していく2人の若者の姿を描いた物語です。恋愛と友情の間で悩む主人公を演じる生田さん、プライベートの恋愛はどうなんでしょうか。友情と恋愛だったらどっち。僕は本当にリアルに友情取っちゃう派なので、そうですね、そういう質問のなんか期待に応えられなくてすみません。じゃあ泣く女性が多いってことですね。かもしれませんね。はい、おさあここで一口目です、はい、生田斗真さんの苦手な食べ物は、うん、焼肉のカルビだそうです、なんで分かるの。嫌いな理由は以前スマップの中江さんに焼肉に連れて行ってもらった時カルビ食えカルビ食えと言われたくさん食べ過ぎたからだそうです。なんか幸せな感じの。いやでもそれでも生田懐かしいわ。懐かしいですか。懐かしいって お知り合いなんですか生田さんと。あ昔生田あの川崎の生田に住んでた。すいません続いてこちらの新聞なんで場所の生田と生田斗真さん違いますか。終わってからお話ししていただきます、ね、生田って住所でよく書いたね。